リンゴでーす。今日の動画はまたもや注文してしまいました。じゃーん、こちらグレイルの1999円の福袋を買ってしまいました。冬2回目なんですけれども、なぜね私は今回買ったかと言いますと、もう前回が神引きすぎて、もう当たりすぎて大当たりすぎて、皆さんのコメントでもこんなに当たってんのすごいとか、これ普通にお金払っても買いたいものが福袋に入ってるなんてみたいなコメントをたくさんいただきまして、なんかね調子に乗ってしまった私、今回も当たるんじゃないかと思って買ってしまいました。しかも1999円だしね、買いやすいっていうのがすごくあって、今回も当たるんじゃないかなと思って買ってしまいました。これとかもねグレイルの福袋に入ってたものなんだけど、普通に着てんだよね。これにね下ジーパンとかでね普通に着てるんだよ。めっちゃいいからね、もう今回もね期待して開けていきたいと思います。私は M サイズを注文しました。ということで早速5点見ずに行きたいと思います。まずこれ、じゃん、ファーのバッグめっちゃ可愛いんですけど、見てください、ここがね気持ちいいファーになっていて、裏がレザー調のバッグです。めっちゃ可愛いよこれ、見て見て、長さ調節はできなくてここら辺でも一つさ、赤とかがあるとアクセントになるね。で、自分で買わないけどめっちゃいい。ちょっと待って。開かない。ちょっとね、どうね、調べても、どう頑張ってもね。開かないの。これどうやって開けるんだろう。でもここちょっとボタンっぽいんだよね。押すとか違うよね、押すだよね多分。押しても開かないんですよ。開かないんだよねこれ、多分ここのボタンを押しながら引っ張るのか、押すと開くのかなんだろうけど、開かないバッグでした。切りますが、どう、ちょっと営業時間が終了していたので、ちょっと明日以降に連絡してみたいと思います。1点目がこちら、赤いバッグがついてました。まあ通常絶対開くと思います。そして次行きたいと思います。お、次がじゃん、お、今回冬物、あ、かわいいセーター、かわいいよ普通に、緑のセーターがついてました。腕もね結構長めで、ここがキュッて絞られててめっちゃ可愛い。首は広く開いてる感じです。いいじゃん、いいじゃん。なんかちょっとこれが開かなくて、すごく悲しかったんですけど、でもね、せっかくだからこちらも問い合わせてね、ちょっと聞いてみたいと思います。続いていきたいと思います。あ、薄め、これが。じゃん！お、なんだなんだ？じゃん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 。あ、セーターまたもや。しかもハイネックの、セーターがついてます。待って待って、今回も当たりすぎじゃないですか。むしろもうこれ1個で1999円ぐらいするよね。これ結構タイトめなセーターが入ってました。前回夏物も入ってたんだよね。でも今のところ冬物でしょ、で冬物でしょ、でファーのバッグだからね、冬物だ、冬物が入ってます。3点入ってました、あと2点ね。結構次のもね熱いんだよね。いくよ、じゃん、お、待って、かわいい、ちょっと待って、めっちゃかわいい。今同じ色になっちゃうから変だと思うんだけど、こちらパーカーがついてました。めっちゃかわいいんですけど、これフードもついてて、フード付きのパーカー、待って、ジーパンとかにも絶対合うもんね。ちょっとグレイルの福袋やばいです、これだけでもういいもん。そして最後になります。最後がこれも厚めなんだよね。じゃん、あ、黒だ、あ、スカート、これも全然いいじゃん、冬っぽい、冬っぽい素材のスカートがついてました。見て見て、スリットとかが入ってて、待って、もう神引きすぎない？ちょっと待って、グレイルのさ福袋買い占めたい気分になっちゃうな。めっちゃいいじゃんね。今回スカートでしょ、でニットと
ニット上の服でしょ、で上に着るアウター、こんな感じのアウター、着付きのパーカーみたいな感じかな、もうついてて、バッグもついてて1999円です。もう本当にありがとうございますということで、出たものたちを着てみたいと思います。どうぞ。でしょうか。もうめっちゃ可愛くて、私これすっごい気に入っちゃいました。超可愛いです。今回いつ頼んだんだったっけな。今回ですね、11月の5日に頼んで、このあったかめなね冬物の5点が入っておりました。前回は冬物と夏物の福袋だったんですけど、11月の5日頼んだこちらの福袋は全て冬物が入ってたので、もしかしたら冬物に切り替わったのかなと思います。予約販売だったのでね、ちょっと福袋の中身の関係はわからないんですけれども、今回も私とってもとっても当たりでございました。もうね、気になった方はね、みんなね1999円でね楽しめるし、こういいものが出たらめっちゃ嬉しいから、ぜひぜひぜひ皆さんも挑戦してみてください。でバッグに関してはちょっと問い合わせして、もし本当に開かないようだったら交換してもらおうかなと思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。皆さん本日もお疲れ様でした。今日はどんな一日だったでしょうか。もうね、寒くて寒くて、でもこれ超あったかいし、これだけでも良かった。これ欲しいぐらいのレベルの可愛さです。袖もね短すぎないで結構長めにあるからね、この感じが超可愛い。ちょっと私このまま今日出かけようと思いますということで、皆さんも暖かくしてね。バイバイ。